ビッグモーターの店舗前の街路樹が不自然に枯れるなどした問題で、きょう、東京都はビッグモーターに対し、原状回復などにかかるおよそ1600万円を支払うよう命令しましたビッグモーター店舗前の街路樹が一部枯れるなどの問題で、8月に東京都が調査を行った結果、都内9店舗の近くの土壌から除草剤の成分が検出されました。 これに対し、東京都は今日う、旧店舗の土壌調査の費用と現状回復にかかる費用、合わせておよそ1600万円を納付するようビッグモーターに命じました。納付期限は今月13日までとしていますが、ビッグモーター側は命令に従って速やかに納付していくと回答しているということです。 今後、現状回復の工事は、費用の納付を受けて東京都が行うことになりますが、現在、警視庁が捜査のため、現場の保全を求めていて、工事の時期は未定だということです。